どうもこんにちは、クラシカの UJ です。今回ご紹介するのはノースフェイスのマウンテンダウンジャケットをご紹介いたします。最近だとね、バルトロライトジャケットなんかが非常にノースのダウンの中でも人気を集めておりますけれども、やっぱりね、このマウンテンダウンジャケットの方もノースフェイスのダウンジャケットとしては大定番ですよね。機能性、ディティールなんかをね、メリットだったりデメリットもね、含めてご紹介していこうかなと思っております。あとは一応試着、今回 S サイズご用意したんですけれども、僕が実際に着用してみて、サイズ感なんかを簡単にね、ご紹介できればなと思っております。ぜひ最後までご覧いただければなと思います。では早速やっていきましょう。はい、じゃあ詳しく見ていきましょう。今回ご紹介するのはノースフェイスのマウンテンダウンジャケット S サイズのニュートープのカラーですね。このニュートープのカラーね、僕好きなんですよね。カーキっぽい、まあオリーブっぽいっていうか色なんですけれども、かっこいいですよね。価格、定価が 68,200 円、バルトロライトジャケットが 65,000 円なので、バルトロよりもちょっと高い金額設定になっております。同じ価格帯のダウンジャケットとしてはサザンクロスパーカーなんかがありますね。デザインとしては定番のマウンテンジャケットっていうモデルを踏襲したかなり似たデザインになっているんですよね。肩の部分と、腕の部分にね、切り替えが入った、デザインになっております。マウンテンジャケットはこの部分にね、切り替えないんですけれども、このマウンテンダウンジャケットは後ろの裾にもね、切り替えが入っております。素材には70デニールのゴアテックス理想構造を使用しているので、防水性能、防風性能、透湿性能ですねっていうところが非常に優れた素材になっているんですよね。なので雨に強い、風に強いっていう性能を持っています。ダウンの素材っていうのが雨に濡れてしまうとね、保温性能が下がってしまう特徴があるので、このゴアテックスを使用していることによって、雨が降っていたり雪が降っていたりっていうシーンでも、ガシガシと着ることができて、保温力をね、下げずに着ることができるっていう高機能なダウンジャケットになっております。表面の質感としてはこんな感じになっておりますね。サラサラっていう感じではなく、ちょっとザラッとしたような表面の素材感になってます。内装素材ですね、内側のライニングの素材、内装にはパーテックスクアンタムを使用しております。このパーテックスクアンタムなんですけれども、安いダウンとかだとね、生地の隙間からダウンがこう抜け出てしまうことがよくあるんですけれども、非常に細い20デニール以下の細い糸をギュッと高密度にね、織り上げているので、軽量でダウン抜けがしにくいっていう特徴があります。ただね、やっぱり羽なのでね、非常に細いものなので、やはりこういう風にね、出てきてしまう場合もあります。これが抜けにくい素材になっているっていうことですね。さらにね、細い糸を使ってはいるんですけれども、この引き裂き強度も非常に優れた素材になっているっていう感じですね。肌触りがめちゃくちゃいいんですよね。ダウンのふかふかさも相まってね、すごい触りたくなっちゃう気持ちのいい素材になっております。ということでね、ちょっと僕が実際に着てみたいと思います。着てみます。ちょっとね、パーカー着てたんですけども、フードあたりとかで邪魔になって分かりづらいと思うので、一旦シャツに着替えてきました。着てみたいと思います。こんな感じですね。袖の丈とかはね、すごいちょうどいいですね。ぴったり、本当にぴったりって感じです。ただね、冬場とかって結構その寒いんで、袖をこうね、手を入れたくなる時って結構ないですかね。僕は結構ね、こうやりたくなっちゃうんですよね、寒いから。これだけで見るとね、袖の長さはちょうどよさそうですね。バルトロライトジャケットとか、プッシュジャケットだとね、丈が短めに設定してあるんですけれども、このマウンテンダウンジャケットは結構余裕のある長めの丈になっております。急遽ですね、この撮影がね、終わった後にユーティリティブランド M が入荷しましたので着用してみました。 S サイズと比べてみましょう。袖はね、S サイズと比べると、まあ、若干ないかなっていうくらいですね。冬はやっぱりこのくらい
余裕があった方が、まあ、安心感がありますよね。裾の部分もね、お尻がほぼ全て隠れるかなぐらいの、サイズ、長さになってます。前シャツ着てたんですけども、今日は T シャツとセット着てます。前回よりちょっと厚着ではあるんですけれども、M サイズだとね、かなりスウェット着てても、ね、余裕があるサイズ感になりますね。これ以上大きくなると、ちょっと大きめっていう感じになってしまうだと思います。S サイズでも着れなくはなかったんですけども、もうちょっと余裕欲しいかなーっては思ってたので、正直ね、僕はこの M サイズの方がサイズはしっくり着てますね。ここにポケットがついてるやつもありますよね。だけどこれはここにポケットがついてる。そのバックパックを背負った時にね、ここにこうウエストハーネスをこうカチッとバックルを止める時があると思うんですけども、このウエストハーネスをこう止めた時でも使える位置にポケットがついているっていう配置になっております。さらにですね、内側のポケットがここに横向きのポケットがついております。まあ、ここからここまでのポケットになっております。反対側はこの内側ではなく、ファスナーとボタンの間にねファスナーついておりまして、ここがねポケットになってるんですよね。携帯電話とかをね、スマホなんかを入れるのにちょうど良さそうなサイズになってますね。こっちよりはちょっとちっちゃめのポケットになってます。こうボタンを閉じて着てるんですけども、ここ使いたいときはこのスナップボタンを開けてファスナーを開けて入れるっていう感じです。なかなかいいですよね。ここフロントのジップですね、ここはねダブルジップになっているので、中に汗をかいてしまうと体温を下げてしまうことになるので、温度を調節してあげることができる。まああとは単純に動きやすくなったりとか、ダブルジップ嬉しいですよね。さらにね、このファスナーの部分なんですけれども、フラップがこうねダブルになっていることによって、風とか雨とかっていうのをシャットアウトしてくれる性能が高くなっております。水とか風がね入ってきやすくなる箇所なので、ここをしっかりねシャットアウトすることで暖かく着れるようになっているんですね。あとはフードのドローコードですね、ここについております。ここにアジャスターついておりまして、このドローコードが出ているので、このアジャスターの部分をつまんでここを引っ張るっていう感じです。あ、裾の部分もねサイドのこっち裏側にアジャスターがついておりますので、しっかりとここを絞ることによって、この裾からのね風の侵入を防ぐことができます。ファスナーの一番最後の部分とその周りですね、この周りの部分が締めた時に肌に触れる部分、ふわふわの生地になってます。ポケットの内側も、同じ生地、ふわふわの生地になってるので、手入れた時も、あったかくなってますね。防水性能、防風性能が高くて高品質なダウンを使っているので、非常にあったかいダウンジャケットなんですけれども、個人的にはね暖かさの面で言うと一つだけ弱点があるなっていうふうに思っているんですよね。それが何かと言いますと、首周りなんですよね。一応フードにも、ダウンが入っているので、フードをかぶればこの辺もあったかくできるんですけれども、これねここにはねダウン入ってないんですよ。この辺までは入ってないんですよ。ここにねちょっとボリュームがないので、風が入ってきちゃうんですよね。この首の部分、風がねこうスーッと通り抜けちゃうので、ちょっとここをね寒く感じちゃうんですよね。ここ冬はこうマフラーつけてるとつけてないのだとかなり体感温度が変わってくるじゃないですか。それと一緒でね、首周りがボリュームが少なくて寒くなっちゃうっていうのがあります。でね、この首周りなんですけれども、前襟の部分もなんですけども、内側の襟の部分、ここってね他のバルトロとかビレイヤーパーカーとかね、サザンクラスパーカーもそうなんですけども、同価格帯のダウンジャケットには結構ここにね、ダウン襟の内襟、ここにさらにこう襟がダウンでついているんですよね。それがねめちゃくちゃあったかいんですよ。これがあるのとないのだと体感温度が段違いに変わってきます。ただですね、ダウン入りの内襟がないことによって動きやすいんですよね。さらにあったかい地方の方だったりすると、逆にこの内襟があることによって暑すぎてしまうっていうことが出てくるんですよね。なのでこれがあるから必ずしもいいというわけでは
ないんですよね。暖かさっていうところだけで見るとね、それがあってほしかったなっていう部分はあります。皆さんはいかがお考えでしょうか。ぜひねコメント欄なんかに、ご意見いただけるとありがたいです。はい、ということでいかがでしたでしょうか。ノースフェイスの大定番ダウンジャケット、マウンテンダウンジャケットでございましたけれども、簡単にまとめると着心地と機能性といったところが絶妙にミックスされたモデルなのかなと思います。ステッチが入ってないスマートな見た目のダウンなんですけれども、コアテックスを使用していたりとかね、高い防水性と防風性を備えつつ高品質なダウンが入っているということで、暖かさを保つことができる。重さに関してもハイエンドのモデル、もっと重厚なモデルに比べると結構比較的、L サイズで 1100g 前後ぐらいなんですけれども、比較的軽くなっているので疲れない、動きやすいっていうところがあります。単純にねこのダウンの暖かさだけで比べてしまうと、もっともっとあの暖かいモデルっていうのもあるんですけれども、動きやすさとか着心地いいっていうのと暖かさ合わせて考えた時にね、このバランスが非常に良くて、まさに定番っていうのにふさわしいアイテムの性能なのかなというふうに思いました。やっぱりね定番として愛されているだけあって、非常にね、素晴らしいモデルでございましたので、ぜひ皆さんもご購入を検討してみてはいかがでしょうか。このチャンネルクヨシカではいいブランド、いい商品をたくさん紹介していきたいと思っておりますので、この動画が良かったと思っていただけたら高評価とチャンネル登録ですね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。あとは買取クラシックっていう買取のお店をやっておりまして、こういったノースフェイスの商品非常に高価買取して扱っておりますので、動画の説明欄にリンクを貼っておきますので、そちらもぜひご覧いただければなと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また別の動画でお会いいたしましょう。ゆうじぇでした。